金を取られるかなと思ったんですけど、どういうあれですかね、無料ですね。彼女ら観光客じゃないんですよ。なんか私が連れてきたみたいですよね。まあこういうあのまあチャーターもありですかね。なんかもうまあ一風変わった旅行になってますね。これまあこれぐらいのがあるんだったら、まあ、しっかりあれですよね、受付をやったりなんかしたらどうですかね。まあ書いてあるのはよう分かりませんが、おそらくまあここからあの太古の化石がですね出たということで、ここあの世界遺産ですよ。まあどっちかっていうとここそのものよりか彼女たちと一緒に来た方が私的には非常に面白い経験ですね。うん、まあきつい第二次遠征の松かの間の楽しみですね。こら絶対にあれチャーターした運転手とその助手じゃないですよ。おお。こういう地質ということですかね。これまあ、マストシーにはなってないですね。星も一つか二つですね。これこういうのボンとあっただけじゃ何が何かわからんじゃないですか。でもこれが世界遺産ですよ。どういうあれですかね、まあそういう化石好きとかそういう地質学が好きな人間には楽しいんでしょうけど、私にはどういうあれかわからないですね。まあおそらくまあ、このカンブリア紀とかのその遺跡がどうこうちゅうことだろうと思いますね。まあこれじゃツアーにはならんですわね。でもちゃんと見てください、ね、ワールドハテイチとなってますよね、2012年7月1日なってますね。まあこれは世界がっかり遺産の筆頭に入るかもしれませんよね。これはもう学術的すぎて素人にはその価値が分かんないですよね。これで終わりですもんね。